私は早くパフェが食べたいです。ああ、今日は何でも頼んでくれ。嬉しいです、カミト。あら、カミトさんはブレードダンスを観覧されたことがあるんですの？皆さん、もう片方の手はまだ空いてますよ。手なんて、子供じゃないんですのよ。そうですか、では先着順で私が。リトさんとの距離感ですか？そう、もう少ししっかりしてほしいの。それにモモさん、夜中に時々リトの部屋に忍び込んでるでしょ。それならみかんさんもご一緒にいかが？渡辺さやかです、よろしくね、うさくん。こちらこそ渡辺さん。それにさやか甘えん坊だから、ギュッとしたりくっつくの大好きで。超うぜー。まゆみちゃん落ち着いて。デレデレすんな童貞バカ。別にデレデレなんて。ずいぶん仲いいんですね。おお、さやかがいない間にいろいろあってな。そりゃもうねっとりぐっとりと。すいません、森里ですけど。森里様、お姉様というものがありながら不潔よ。違うんだ、これは何かの。よろしくお願いしますです。こちらこそ、愛がお世話になっています。今愛って呼び捨てにしてたです。弟子だから普通だよ。シャオイ、いたんだよ。何これ、超可愛いんですけど。シャオ、シャオ、シャオ、久しぶり、クロー君。場所を変えましょう。ガでもないのに、いつまでも自販機の明かりの前に群がっているのはさえません。やはりこの二人を合わせるのではなかった。いやー、ぜひともこの目で拝んでみたくってさ。私の人形ちゃんを全部ぶった切ってくれちゃった剣士くんを。ニバふむふむ、なるほどなるほど。なかなかいいわね。気に入っちゃった。今なんて。あら、ほろぶべし。怖いな怖いな。ちなみにマルちゃんは3年で3億、僕の計画通りに動けば十分に可能な数字だ。鉄彦、それだけ稼げればレナにエロいことを頼んでも黙っててもらえるよな。その発想は最低すぎてこの俺もびっくりだわ。スーちゃん大丈夫ですよ、ママが少年から鍛え直してあげますから。うわ、カッチコチだな。邪魔しちゃダメですよ。あれ、美坂さん、今のツッコミどころ。あ、飛んだ。結構耐えましたね。ま、いいや、明日考えよう。もう寝てしまうのか。名前はひまり、私もあやかし、かわいい猫じゃ。遅くにごめん。あのさ、昼間のことなんだけど。これにて配達終了、ありがとう。ねえ、次郎くん、知りたい？何をだよ。私たちが一緒の部屋になった理由、駆け落ち。スバルから聞いてない？私たちはこの旅館に駆け落ちに来たのよ。お嬢様、朝食の用意ができました。次郎、さっきお嬢様と傷しようとしてなかったか。あのこれ実はヨシイ君に作ってきたんです。ヨ
罪死刑。今度は発言の機会もないのかよ。そうじゃなくて、拷問してから死刑。ねえ、本当に火ついてる、火ついてる、火ついてる。お姉ちゃん、そんなに落ち込まないでください。2位でも素晴らしい結果ですよ。あ、サラさんの家の、あんたね、鬼受け付けじゃん。誰が鬼だ、こら。早くなさい、失礼よ。では失礼おば。人と一緒に生活するのってどんな気持ち？なんでなんかのめちゃん。つかさちゃんと話したわよ。さすがなさくんのお嫁さんになるだけの子ね。お嫁さん？なんで？いつ？いやいや、なんであやが知らないのよ。あなたなさくんのこと好きだったんじゃないの？何言ってんだよお母さん！気にしないで。私もお腹が空いたから。いらっしゃいませ。なーにをやってるんだ君は。この女まで。ごめんなさい。志田さん、昨日は相談していたみたいだけど、もう大丈夫なの？ご飯春、ずいぶんカチさんと仲良くなったみたいだけど、どういうこと？私たちの関係気になる？そうね、少しだけ。勇者！勇者？どうも。おかえり、勇者！ほら、マキシ、見てって。それで、こんなんでよかったか？日頃の男女が同じ部屋で過ごすのだ。その、不都合とか。いや、特に問題はありません。そうか。昨夜もトールは私を優しく抱いてくれました。この絵の裏地者。遅いぞ、ピネコ。ただいま帰りました。盗人とこそで内緒のことなどしてきたのではあるまいな。内緒の話をしてました。内緒の話とはなんじゃ。内緒の話とは。じゃあ、盗人ちゃん、ちゃんと説明して。なんだよ。部活。あのさ、ちは。ん？ノックして、もしもーし。職員室に荷物を受け取りに行っていただけですから。それより、春崎さんはいないんですか？で、どんなやつだったんだ？うーん、もしかして、結構気になってるとか？さやちゃん、コーヒーおかわりお願い。砂糖多めで。砂糖はいくつだ。ちゃんとストップって言えよ。私のコーヒーがそんなに嫌いか。すみません、1枚取らせていただいてもいいですか？ブログに載せてもよろしくて。そんなことよりお前、帽子が曲がっている。確かに私の帽子が曲がっておりました。何が動きをつけるじゃい。美月、你也来看浩一。浩一是因为我才受伤的，我当然应该来看他。我煲了汤给你。什么？我也给你带了汤。浩一，喝我的汤补身体。我也。だから九郎くんのせいじゃない。整理がつかないまま別れたから、会えばもっと気持ちが揺れるかと思ったけど。九郎先輩、どうして今の彼女がいるそばで昔の彼女の後ろ姿を見ているんですか？気のせいだ。いいえ、見てました。おう、
でも腰のラインが綺麗だなって考えている目をしてました。よくわかるな。その通りのことを考えてたよ。サキさんは綺麗だ。認めんな。あっさり認めんな。そんな度胸ないか。お兄、お兄、あ、羽柴くんごめんなさい。通る時に膝が当たっちゃって。シシリー様。シシリー、シンくん、いくら付与された魔法でもこの気。ねえパイセンって、おっぱい揉んだことありますか？ねえパイセン、おっぱい触らせてあげよっか。パイセン、遠慮しないでくださいよ。面白そうなことしてるみたいだけど。